どうも、ウォシです。今日は会津若松出身のプロレスラー若松大樹選手来店していただきました。はい、千葉密着橋型プロレス 2AW 所属の若松大樹です。よろしくお願いします。2AW さん、はい、ちなみにどちらの方に道場構えてですか？千葉県千葉市の中央区に道場があって、はい、で道場兼試合会場みたいな感じで、基本的に毎週末そこの、道場で試合があります。はい、毎週ほぼ毎週末ですね。あ、そうなんだ、はい、ぜひ皆さん道場の方に、はい、試合見に行ってください。でもその一つ、その道場での試合の一つポイントが、結構距離が近いんですね、席とそのリングの距離が、うん、でも一律、最前列でも一番後ろでもどこで見ても3500円で見れるんですよ。おー、安い、はい、なかなか結構お手頃な価格でそうだね、こう臨場感が味わえるかなと思うんで、はい、毎週末やってますね、そういう試合を。いいね、安いね、本当に、はい、安いとよく言われます ね、はい、なんか近々大会がある。はい、それは毎週末やってる定期興行っていうやつで、うん、大きい試合が、2月19日、はい、もうこちらも千葉県千葉市の、うん、会場が TKP ガーデンシティ千葉というホテルのこう一つの部屋というか結婚式場みたいなところで、なんか結構ライトとかも豪華な会場で試合があるんで、はい、ぜひそちらもよろしくお願いします。そちらはいつもは定期興行は全席一律3500円なんですけど、うんうんうん、そちらは一番高い席、一番最前列で8000円、で一番安い席、ちょっと離れちゃうんですけど、うん、は4500円、なんと18歳以下は1500円で観戦可能なんで、はい、そうなんだ、はい、いいね、皆さん18歳以下の人絶対チャンスだね、これ。チャンスです、これはチャンスです、はい、ちなみに試合はどういうなんかすごい傷だらけだけどなんかそれ普通の試合をやってる人には選手には見えないはい、僕は普通の試合もやるんですけど、もちろん、会津若松市初のデスマッチファイターということで、デスマッチファイターということで凶器を使って、反則もない試合をよくさせていただいて、結構血だらけになっちゃうんですけど、はい、そういう変態なところに手を出す変態なところと言いますか、でも自分も好き好んでやってますんで。なるほど、はい、それなんすか、これあ、いいところに気づきましたね、こちらは、はい、ちょっと皆様の応援がありまして、2022年のインディーのリング、はい、よくテレビでやってる団体とかじゃなく、テレビとかには映らないけど、頑張ってるプロレス団体っていっぱいあるんですけど、その中でこう1年間で一番こう成長度合いが高かった選手に贈られる、ニューカマー賞というものを去年いただきまして。なるほど、はい、いや一番頑張ったみたいです。去年はデスマッチそれこそ始めたりして、いろいろいろんなことがありましたんで選んでいただきました。会津若松市出身の、プロレスラーもこんなに頑張ってます。ありがとうございます。会津若松市もやっぱ頑張ってる、ね、方がいっぱいいるというね、はい、ましてや会津から離れてもこうやってちゃんと頑張ってる、ね、方がいますんでね、はい、皆さんぜひ覚えてください、はい、若松大樹選手です、よろしくお願いします、ちなみにもともと 2AW さんに入ったきっかけっていうのは何なんですか？はい、もともと自分は、プロレスは物心ついた時にはもう親父の影響で見てたんですよ、はい、でもプロレスラーになりたいかって言ったらちょっと痛いの怖いしみたいなもちろんやりたいと思う人って少ないと思うんですよね、はい、僕もそのうちの一人だったんですけど、僕の団体同じ会津若松市出身の花見達也という選手がいまして、はい、で花見さんと自分はプロレスファンで知り合いではあったんですよ、会津にいる頃から、うんうん、はい、でその人のが、今度、団体デビューするってなって、この団体でデビューするってなって、じゃあデビュー戦を見に行こうかってなったんですけど、僕それまで結構夢とかがなくて、高校卒業して適当に、適当なところといったらあれですけど、コネで入社するぐらいのことだったんですけど、はい、でもその時にデビュー戦を、花見選手のデビュー戦を見て、これ俺がやりたいのはこれなんじゃないかと思いまして、 そうなんだ、はい、そこからもうプロレスラーを目指すっていう、俺も花見選手のデビュー戦は見に行かせて、はい、いやよかったよね、よかったですよね、かっこよかった、いやかっこよかった、感動的だったし、かっこよかった、すごかった、
ね、あの地元の同級生たちもみんな応援しに行っててね。そうですね、はい、あれはかっこよかった、うん、あれがなんかメインのような感じの、ね、そんな感じだったよね。本当にそんな感じでした。かっこよかったです。そうか、それを見て、あ、俺はこれだ、これがやりたい、やりたいのはこれだと思いましたね、はい。ちなみに今花見選手はあの確かタイトルかなんか、はい、そうです、ね、あのそれこそ2月19日先ほどあの宣伝させていただいた大会で、選手権試合、今度は防衛戦ですね。今王者なんで。お、はい、王者なんだ。はい、そうなんですよ。という試合もあります、はい、ね、合図で頑張ってる選手は実は今ね、今いないけどね、はい、そうですね、花見達也選手、花見達也頑張ってますから、はい、皆さんそちらの方もあの覚えてください。今王者だからね。そうです、チャンピオンです ね、ちっちゃい体から始まってね、頑張ってね、うんうんうん、やってるからね、すごい、はい、うん、もうぜひまたね、ぜひね、こう なんていうの、会津でもね、はい、試合ができれば、そうですね、本当に最高だね。そうですね、会津でやりたいですね。ぜひ会津若松市で、はい、ね、せっかく会津若松出身の選手がね、はい、2人もあの 2AW さんの方にね、うんうん、道場の方に入ってるわけだからね、はい、ぜひやってもらいたいよね。そうですね、やりたいですね。会長よろしくお願いします。会長よろしくお願いします。YouTube を通して、ね、添田会長、ぜひよろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いします。本当に。でも会長も、うん、あの魚市に行きたいって言ってるんですよ。あ、本当に？はい、もうその行きました、会津に帰りましたっていうたびに、俺も早く魚市に連れて行けって言われてる。はい。じゃあ早く工業やりましょうって、ね。そうだね、工業やってぜひ試合で来れればね。ね、はい、ぜひぜひ会長お待ちしますので。まあね、そんな感じでね、今日はあの若松大司さんに、ね、はい、ちょっと喋ってもらって、はい、ね、ありがとうございます。ありがとうございました。どうし、じゃあね、あの会長にね、ぜひもね、はい、言っときます、ね、やってもらいましょう。はい、ね、会津若松市で 2AW やってもらいましょう。やります、ね、絶対にやります。はい、お願いします。はい、はい、ぜひその時は皆さん、あのまあその時はだけじゃなく、今後もね、2AW さん、そして、若松大樹、そして今はいないけど花見達也、ぜひ応援してください。よろしくお願いします、ね、じゃあちょっと最後決めます。はい、最後元気よくちょっと決めますんで。元気よく、はい、わかりました。いつものあれですか。す、僕見てるんでわかりますよ、チャンネル。はい、ぜひ、じゃあすいません、よろしく、やれるです、ついに、よっしゃ。じゃあ最後は元気よく、せーの、ドゥー。